C&S 学院は福岡県福岡市中央区にある高校卒業資格が取れる学校2001年開校専門分野を学びながら高校卒業資格が取得できる高校コースと専門分野だけを学ぶ専攻コースからなる高校コースはクラーク記念国際高等学校と傾向をとっており中学校卒業以上のものを対象に 専門レッスンを受けつつ高等学校の卒業資格が得られる。専攻コースは専門レッスンを週5日受けることができる。ボーカル学科、バンド学科、エンターテインメント学科、クリエイティブ学科の4学科ある。代表する卒業生としては月9ドラマ、いつかこの恋を思い出して、きっと泣いてしまうの主題歌、明日への手紙などで有名な手島葵や、今、 太陽に向かって咲く花で2017年ユニバーサルミュージックより再起デビューを果たし2017年日本レコード大賞新人賞を受賞したノブなどがいるヤマハ主催の大会に過去5回九州地区代表として全国大会に出場 CBS ソニーの全国大会ではファイナリスト8組の中に2組が入りまた約全国2200名のエントリーから始まった ソロボーカリストコンテスト、シム、シム、シム、セカンドシーズンのファイナリスト5名の中に在校生が入るなど実績を積み重ねている。ありがとうございます。